はい、ジュンジーです。では今回、プレイしていく単発作品はこちら、割と最近公開されました、アイワナ5、ヨーヨームという、どういう作品か全くちょっと情報がないので、ボリュームもそうですしね、わからないんですけども、やっていきたいと思います。なぜやっていくかといえば、もうねこのタイトル画面でお分かりかもしれませんけども、私が以前そうですね、実況、おメロディーいいね、実況いたしました、あの東方ヨーヨーム、という原作のね、おそらくそのアイワナ、そうですね、仕様というか、それをこう題材とした、作品になってるんじゃないかなと思います。いやいいね、いい作品だぞこれ多分。ああもうメロディーがやばい、いいですね、この表紙、タイトルイメージいいですねこれね、じゃあやっていきましょうか。はい、あ水色ね、ってことはボス耐久かな、その辺ね本当に情報がわからないのでやっていきましょう。おなんかいいね、リズムがいいね、インポッシブルとミディアムか、ミディアム、おい、あ足元、え、あチルノですか、あれセーブ、ちょっと待ってね、あこれもしかしてタッチセーブ、タッチ S か、あすごいエフェクトが、あしかも、あすごいですねこの細かい演出が素敵です。あちょっと待って、音量いいかな、調整します。よし、ちょっとボリューム下げました、気持ちね。またこのほんと雪の結晶がすごいな、いいですね、東方アイワナですねこれは。チルノちゃん出てきてますからね、算数教室、これはん、あちょっとずつ難しくなっていくっていうタイプかな、配置を超えていくタイプかもしれませんね。あーそうか、なるほど、おーこれはいい、難易度はどれぐらいかちょっとわからないですけども、まだ序盤ってなるとどうなんだろう、あなんかやられた音がなんかあの、なんかシステム音みたいでしたね、パヨーンみたいな、よいしょ、うわ結構あでも面白いな、そしてなんかサンタ仕様みたいになってますねキットくんが、ってことはクリスマス系なのかどうか、それが単純にあのチルノですから、冬を連想してそうしてるのかわからないです。あ待って、これ本当はこっちから行くんじゃない、多分違うかな、いろんな行き方が、あ上からも行けそうだねこれ、いい、これは私の中の神罠かもしれませんね、ほい待ってよ、行けないぞ全然よ、あれほい、あーもうちょいか、お、あ来た、はい次、ちょっと待ってください、よし OK、これはよっ、あし、これはどういく、あネズミちゃんか OK、こんな調子でいくとしたらどうだ、まあでも多分ラストはヨーヨームですから、あそうか、そうだそうですね、プレイしたのが結構前だったので忘れていたんですが、そうですね、チルノってそりゃそうか、ヨーヨームの一面のボスチルノでしたもんね、あーなるほど、あそういう順に行くのか、わかりました、ってことは結構あるなこれボリューム、まだま、ん？あ上下針か、まだまだありそうですね、ほい、よし、はい次、まだいけるかい、あーちょっとこれ、あーちょっとこれ難しいか、下からもいける、あ下からもいけるし上からもいけるね、どっちから行こう、下から行く、よっ、よし今日これだ、オッケーオッケーオッケー、うわまだまだ続く、ああ面白い配置、あでも散るのは違うか、一面のボスじゃなくて中ボスでしたっけね、そんな気もするね、そんな気もするねって確かそうだったと思う。そしてまたこのあの絵のチョイスがいいですね、イラストのチョイス、よし、あ面白い配置、芸面白いね、あうお、オッケーオッケー、よし、ヨウムの代わりに今回はキットくんが旅出てますからね、よし、あ結構長いね、上からもいけるね、でも多分、あー上行っちゃう、多分下、よしよし、オッケーオッケーオッケー、よし次は、すごい配置、ちょっと難しいね、よし今度こそ、
オッケー来たぞ。はい、次。おっと、扉しらしょうとか。よし、オッケー。あ、来た。これはこのキャラクターは、あの演奏3人組か。ちゃんと調べなさいよって話かもしれませんけども、あれでもそしたら飛ぶよね。レッティホワイトロックじゃないよね。あ、そうそうそう、ですね、プリズムリバー3姉妹でも、もしそうだとすると結構ステージ飛ばしてますね。あ、じゃあ、あの原作に忠実にってわけでもないのかもしれませんね。じゃあまずはあっちのセーブか。あー、これは抜けてか、抜けイーブ、うん、違う、それ一マスじゃないよね、さすがね。多分抜けイーブイのだと思うんだけど、そうすると結構な難易度ですね。なんかいきなり難しくなったイメージですかね。いきなり。まあでも雰囲気いいな。音符、あ、そうか、音符飛んでますね。あー、じゃあ合ってる合ってる。プリズムリバー3姉妹ですね。よっ、あー、ここってグアジャンしろってことですよね、多分。てかグアジャンってなんだよって話だけど。よっ、あー、そんな感じね。いつか行けるかな。落下しすぎてるね。あ、欲しい。もうちょいもうちょい。 BGM かっこいいね。ところでかっこいい BGM。 あー、欲しいと思うよ。あ、欲しいな、もうちょいなんだよね。あ、欲しい。ちょっと待って、全然いけないぞ。ちょっと待った、今すごいここ練習して、練習っていうか、もうね、286です。そうですね、10分ぐらい黙々とやってたんですけども、全然いけなくて、これさ、届くじゃん。もう何してんの、もう。だ、こっちですね、こっち。こっちよ、こっち。あー、ちょっとまた、なんか急にめっちゃ難しくなったなと思ったけど、そうだよね、そんなことないもんね。失礼しました。まあ、もしあそこはあそこで行けたのかもしれませんね。ちょっと、いろいろやってみたけど、行けなかったけどもね。もうちょい、まあ、理論上行けそうな気がするんですよね。グワちゃんをすればね、グワっとね。なんだよ、それっていう話ですけど。おしおし。よっ、OK。で、まずは、あそこの真ん中のセーブかな？多分、あ、しまった、乗れなかった。よっ。よし、そういうことね。多分。危ね。で、オッケー、セーブと。まあそうだよね。これって、あ、これ多分いけない。あれ？としたらあのワープってどうやっていくの？ああ、なるほど。あ、次にしたか。次にしたですね。おお、考えられてるね。で、ここ。つるじゃいけないよね。一回乗る？あ、しまった。くそ。違う、一回乗るか。よし、あ、来た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 。で、ターン、よし、オッケー。ふい、そういうことね、考えられてるぜ。よし、あ、こ、あ、違った、これ違う、これ違う違う。こっちじゃない。ってことは上か、つるできて、そこ、よし。あー、しまった、今のミスは痛い痛い痛い、痛くないか。ほい、よし。で、こう来て、危ね、ちょっと待って、今危なかった、結構ひよってるぞ。で、どう行く、上行っちゃう、それとも一回こっち入って、で、あっと、よし、届かないよね。右のイーブみたいの抜けられる。ボスがいるとしたらどうでしょうね。ゆゆこ様か、それか、どうか。エクストラいっちゃうか。あ、でもエクストラとかあるかもしれませんね、もしかしたらね。あ、針が怖いね。一旦こっち来て、乗って、で、これ抜けられるかな。あ、いや、違うか。他に行きようって、それかこっちから届く。届くかな。いけそうな気もするね。なんかいけそうな気もするね。多分そうじゃないかな。あ、 BGM かっこいい。待って、頭ぶつけちゃったら多分、あ、ダメよ。なんかね、多分本当にそっからで合ってると思うんだよね。
こう来て、こっから、あの、頭ぶつけちゃったら多分ダメだけど、ぶつけなければ、あ、いけた、よしよしよし、で、こう、よし、で、あとは、ここ越えて、あ、来たぞ、行くぞ、いやー、むずいな、あの、ハリカンね、よし、来た、オッケーオッケーオッケー、あー、なるほど、しばらく、プリズムリバー、ステージは続くということ、あのことね、オッケー、わかりました。おっと、ここからはネズミちゃんして、よし、でこっちか、ハリゲーですね、ハリゲー、よっ、あー、よし、ショートカットできるところがあればしたいけどもね、あ、来た、オッケー、あとはグアちゃんね、ほ、よし、でこれまた難しいけど、落下したら次、もう一回、オッケー、ふう、ふう、そういえば、チルのステージ超えてますけども、まだサンタクロースキッドくんですね。次はこっちか、多分こっち行って、ん？あれ？合ってる？これ降りられるかな？いける？これいけそうだね。え、でも、あ、ちょ、あー、で EV 超えるのか、あ、いろんな行き方ありますね、これは。あ、なるほど、こっちも行けるし、さ、もうちょっと手前からも行けるし、そうね、こ、左側通ってもいいし、そうだよね、こっち通っても OK と。これさ、別に EV 通んなくても、こ、そう、 あ、しまった、壁当たっちゃった、あ、何してる、よし、とっておきのスペルカード見せてやるぜ、おい、よし、オッケー、じゃあセーブして、次はこう、こう来て、ここに乗って、そこ乗って、ん、あっちか、タン、あ、しまった、タンタ、あ、なるほどね、いや、あのね、すごい面白いです、あの、ちょっとね、やっぱ難しいですけども、この東方の世界観、この音符が飛んでる演出とか、あの、この雰囲気作りがすごくうまくて、まあ、曲もいいですしね、やっていて面白い、難しいから、ちょっとその初級者、始めたての方はしんどいかもしれませんけども、よし、来た、ほい、へえ、へえってなんだよその、それはなんだ、さあ、まずどこ行くか、あ、こっちだね、こう切って、で、タン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 、ツルで、ここで、反対乗って、グアちゃん、あ、わかった。こ、あ、しまった、早い。タンタン。オッケー。で、よし、来た。頼む、危ねえ。危なかった、今。で、あ、まあ、いろんな道がありますな。こっちからも行けるね。こう行っていい、あ、EV 入れないか、あ、これいけないわ、こっち行ったか、右一択ですね、そしたら右ちゃん一択の、ただ EV 抜けるかどうかは選べるってことね、あ、うー、スイッと、 OK、 でこっち来て、次行くよ、乗れた、よし、 OK、 こう来てか、いいね、リバー、あー、今考えずに飛んじゃったけど、ラッキーだったね、今ね今ねって、ほっ、よし、で、さて、どこまで行くか、どっち行った方がいいかな、こっち行った方がいい、あ、待った、うーん、どっちかな、危ない、よしよし、いいぞ、で、左の方がいいか、こっちの方がいいね、よしよし、来た、ふい、続きますね、お、なんかすごいの来たね、